武田さんの変化について。はい、うん、はいはいはい。武田さんってマジで変わったのよ。まあ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 そうだろうね。そうで、一応ラジオでも何度となく武田さんの変化について俺ら、まあ、言葉選ばずに言うと、あのいじり倒したの。そう、あのそう結構いじり倒しちゃったんだけど、うん、武田さんの変化がまずものすごい。最初って何だったのかな。まあでもやっぱ筋トレじゃない。そうだよね、ハマったのがきっかけだと思う、うん、いつなんで筋トレを。もともとやべえなとは思ってたんだよね。痩せたいなとは思ってて、なんだっけ EJS カップの将軍武田のサムネとか、はいはい、サムネっていうか、まあ、あのプレイヤーカメラとか見てもらえば分かるんだけど、明らかに丸いんだよね。であの時が88ぐらいあって体重が、うんうん、でさすがにやばいっつって、うん、まあ痩せようと思ってやり始めて、筋トレもついでにやったらなんかハマった。そうだよね、もともと確かに筋トレとかのイメージはあるんだよね。スポーツとか筋トレのイメージは、うんうん、武田拓昔からあったもんね。そう、筋トレ器具あるある。あれ完全に対戦するとき座るような椅子みたいになってたけど、そうだ、だってベンチプレスのベンチで対戦させられてたもんね。あんな安定感あるやつないからね。椅子がないからベンチプレスのベンチで。いいじゃん。やってた、懐かしい。でそこにあのそこの近くにあの筋肉の DVD が落ちてるんだよ。俺それ知らないわ。知らない？嘘。壁にかけてあったんだ。ああ。で今はもう結構ね、筋トレしてから日が経ったから見慣れたけど、うん、最初のしかもヒサロも言ってたじゃない。言ってたね。そのぐらいから。言ってたね。黒くなって、で多分減量期あたり。はいはい。黒くてシュッとしてた時がマジで別人で、竹原さん。去年の年末ぐらいかな、一番痩せたのは。うん。うん、そう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 。そうなんだ。EPI 後とかでしょう、確かに。うん。そうだからもう怖かったね。どうなっちゃうんだろう。まあね、サングラスとかかけてたらそれだもんね。そ、う、れ、ん、なんか俺の中の一般人ネットワークを検索した脳内で、はいはいはい、一般人の知り合いを、はい、ただどっちかっていうと俺より武田さんだなっていう、その一般人って、ね、趣味とか立ち振る舞い、うん、じゃあ俺らが散々武田さんマジすげえって言ってたのは、うん、ちょっとずれてたのかもしれないっていうのを最強をひしひしと感じてるんだ。何の回なんだよ。でもヒサロは行かなくない。ヒサロって俺さ知らないもんね、うん、よくヒサロ行くんだ。いやね、もともと結構白かったから俺、肌がね。だからなんか多少なり黒くはしたいなと思ってたんだけど、黒くし始めると楽しくなっちゃって。すぐ楽しみ。すげえじゃんもう。いやマジでそうなの。何もあるじゃん。あの筋トレのこのフォルムが綺麗に見えるんだよね。うん、影とかが。いい映画ね。そうそう、だから鏡が楽しくなっちゃう。だからボディービルダーの人ってみんな。そう、真っ黒じゃんね。うん、真っ黒。焼いて塗ったりとかするから。うん、そう。塗る。その光らせる。そうそうそう。光沢をさ。ほらよくボディービルでテッカテカの筋肉マンいるでしょ。あれってコラ画像とかじゃないんだ。あの編集とかじゃなくて、あのフォトショーじゃないんだ。じゃないでしょ。焼いてそれを塗る、うん、いろいろ塗って、そのなんだろうツヤとかを出す、うんうん、じゃあ武田さんもたまに家で塗らない。塗るから塗らない、まあ、塗らないんだ。塗らないけど次の洗剤とか塗るかもしれない。ユニフォーム着てくださいって忍びに怒られる。あるかもしれない。あの俺らからするとそうやってヒサロとか行ってる時に加えてさ、ワニ食いに行ってたりする。あああったね、あった。だから俺ら面白くてしょうがなかった。見た、それは見たわ、その回は。うさぎ食いに行く当日に、うん、うさぎいっぱい飼ってるキサさんと話してたもんね。話してた。あれは俺はどうしたんだよ。俺はいたたまれなかった。俺残酷だ。いやいやいや、俺は別に話すつもりなかったの。今日夜飲み行くみたいな、なんか今日夕方までだけどみたいな、うん、言わなかったのに、うん、杉の子さんが隣で、高田さん今日ウサギ食い行くんでしょって言うから。俺ももうあのキャパ超えたよね。無理だ。あ、杉の子さんなんだ。あれ、あ、そんな裏話があったんだね。俺が言ったわけじゃない。情報伝達不足だった。杉の子さんが悪いわ。今気になってる食べ物とかいるんですか、動物は。でもクマ食いたい。ないよ。クマってあるんだ、それ店が。クマある、あるある。クマ聞いたことあるわ。へー。クマ、やっぱそれは
ぱ何獣系がやっぱ多い食べたいもの。まあそうだね、カエルはちょっときついかなと思う、うん、だからその肉系だよね。うん、そう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 、武田さんでもカエルは無理。そう、ね、今日は新しく得た知識、うん、虫苦手、嫌いだね、うん、苦手だから一番面白くない。何が、虫苦手、虫苦手な、なんかスペさんに弱いみたいな順序でね、そうすごい強いやつらが強いんだけど、熊倒せっから熊食うんだから、熊食っちゃうんだけど、ね、意外と嫌よ意外とね、うん、いやそうで変化だから香水、まあ、香水、まあ香水、まあそうね、じゃあ香水いいよ、その、いや、じゃあなんか武田さんの変化すごすぎて香水ぐらいだともうなんか全然不思議に感じないし、結構前から香水つけてるよね。元からつけてはいるね。元からつけてんだよ。そうだよ。ヒゲって元々？ヒゲは割と前作からあったよね。と思うよ。めっちゃ昔のアイコンのイメージがあるわ、俺。なんかこう横向いてるさ。あ、でももち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 べはヒゲだったかも。あ、うん。ヒゲだったわ。そうだ。もち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 べな。もち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 ぐらいだったなんか美味しそうになっちゃうからさそうですよね、もち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 べもち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 べ、そうそうそう、うん、もちもち、あれしょうがないなって、まあでも、まあまあまあ、その時もまあ、はい、そうそう、あでも話したとかは結構後の方だと思う、うん、3年前4年前ぐらいからだから、うん、本当に方の頃とかはあんまり青ひげぐらいだと思うな、うん、ピアスも元からピアスはあ、でも筋トレよりも前だ。ああ、そうなんだ。それはそう。だから急激な変化に見えて実は確かに徐々に変わってるっていう、うん、こうしてね見てみると、いや、そうだね、そうだね、スマブラ4のメタナイト見てるな、カービィだな、スマブラ SP っていうところ徐々に徐々に徐々に、ね、気づいたらめちゃくちゃどこもどの技も強いやん、いるように、ね、思い出しちゃった。メガネスーパーね、あれもすごかったわ。あれで結構変わった、変わったって見た目、その色、ほら、あー、見る世界がってこと。結構スマブラのさ、武田拓夫でもさ、うん、結構言ってたじゃない、その言ってたね、ルフレのさ、溜めてる状況が分かんないみたいな、色で判別したね、そう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 、うん、まあ一応そうだね、うん、俺がもともと赤が見えづらい目なんだけど、はいはいはい、そうだから、まあそのなんだろう、赤っぽくは多分見えてると思う、ただそれが茶色とかと区別ついてないってだけで、はいはいはい、うん、なるほど。だからそこら辺はやっぱ見えるようになる、うん、あとは紅葉が綺麗になるとか、素敵結構ね素敵やん、風景多いんで、桜、花火、紅葉が赤系じゃん、確かに、だから俺が今までなんでバカにしたんだ今バカにしてる、なんでバカにしたんだ、いやいや今バカにしてる今、いやだって今巻き戻してくる、いや変な顔、いや桜、花火、紅葉って急に武田さんが言ったらびっくりするわ、確かにヒルクライムかと思った急にね、あれか、そう、違うシュートかと思ったもんね、反対に位置する存在ではあるから桜花火紅葉とは確かにね、まあ、とかってことですよね、そうが綺麗に見えるらしくて、はい、そう、普通に楽しみだな、